千葉県道、茨城県道4号千葉龍ヶ崎線は、千葉県千葉市稲毛区穴川の穴川山頂大目交差点から、千葉県印西市、阿鼻子市を経て、茨城県龍ヶ崎市慣れ芝町の巡芝、東交差点に至る県道である。千葉市龍ヶ崎市間を最短ルートで南北に結ぶ、延長約 38km の路線で、千葉、茨城両県境を流れる都根川を境橋で、渡過する路線。 栄橋の両岸は、千葉県側が、阿孫子久房、茨城県側が、北相馬郡と根町深和で、両県をつなぐ、交通の要所である。千葉県内の路線は、起点、千葉市稲毛区の穴川三丁目交差点八千代姉妹、本間は、国道126号、国道16号重複、印在市、木根阿孫子久佐間の一部が、 国道356号との重複になるなど、県内の半分以上の区間が国道と重複する。1954年1月に建設省で主要、地方道を指定する告示が出されたのを受け、1954年9月1日、茨城県では、道路法第7条の規定に基づき主要地方道を一時、認定した23路線のうちの一つで、県内の起点を、 県海北相馬郡深川町、終点を龍ヶ崎市とする路線が県道千葉龍ヶ崎線である。1995年に整理番号4となり、現在に至る、茨城県利根町深川の沿線風景。写真の道路は、1971年に栄橋が掛け替えられたと同時に、深川の市街地を通る旧道に代わって開通したものである。起点。 千葉市稲毛区の穴川三丁目交差点、穴川インター間が国道126号重複、穴川インター八千代姉妹本間は国道16号との重複を経て、伊北は単独路線となり、阿弥越ふさへ向かう。印在市、木根阿弥越ふさ間は、JR ふさ駅入り口へ向かう現道、木下東交差点へ向かい、利根水橋ラインへ接続するバイパスとも、 国道356号と路線の一部を重複する。利根川に架か,かる栄橋に交通が集中しやすく、若草大橋海通院後も、その交通量の多さから栄橋周辺の激しい、交通渋滞は解消されず続いている。道路法の規定に基づき、茨城県内の北相馬郡利根町深和竜が先し慣れ芝町間は緊急輸送道路として、機能を維持するため、 災害発生時の被害拡大防止を目的に、道路用地内に電柱を立てることが制限されている。ふさ駅入口交差点国道126号、重複区間、国道16号重複区間、国道356号重複区間については、当該記事を参照。バイパス区間は、バイパスの節を参照。重複区間の交差する、道路国道126号、 国道16号重複区間 AB 路線名の龍ヶ崎について主要地方道の告示は龍ヶ崎が使われている。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。現在の公式表記は龍ヶ崎市であるが、本説では告示に記載されている原文表記が龍ヶ崎市である場合は原文ままとした。 ABCDE、茨城県道路現況調書平成26年4月1日、現在道路法に基づく、県道路線の認定茨城県法3648号九月1日、より、道路の供用の開始、茨城県法、第4622号、ピアニッシモ46、道路の区域変更、道路の供用開始、茨城県法、第5958号、 ピアニッシモ4号、道路の区域変更、共用開始、茨城県法第6045号、ピアニッシモ二三道路区域の変更、道路の共用開始、茨城県法第6252号、ピアニッシモ二三道路区域の変更、道路の共用開始、茨城県法第6522号、ピアニッシモ五六道路の共用の開始、茨城県法 第6902号 P8AB 道路の区域変更茨城県法第7085号 P4 道路の供用開始茨城県法第7329号 P13 道路の供用の開始茨城県法第261号 P2S 道路法第56条の規定に基づく主要な 都道府県道及び市道平成5年5月11日建設省、国時代1275号建設所、県道の路線名及び整理番号の変更、茨城県法、第637号、ピアニッシモ、82、車両制限令の規定に基づく道路の指定、茨城県法、第1139号、ピアニッシモ、61、道路の専用を制限する区域の指定、 茨城県法第2980号ピアニッシモ1828国土交通省平成22年度道路交通センサス一般交通量調査課処別基本表龍ヶ崎、工事事務所主要地方道見保坂へ線バイパス整備事業茨城県ホームページ茨城県2016年1月7日閲覧ありがとうございます